はい、こんにちは。実はですね、今会社の帰りなんですけど、家に帰る途中でちょっとね、ホタテのね、あれをちょっと友達にプレゼントしようと思って買いに来て、で途中で牧場の、ここね、牧場のアイスっていうのもあるんですよね。で、最近なんかね、俺アイスクリーム好き、食べたくなるんですよ、無性に。なんだろう。ね。だからね、買いました、これ。牧場のアイスってね、美味しいです。めっちゃうまいですよ。有名なんですよ。で、ここにもあるんですよ。洞爺湖の上にもあるんですけども、アプタっていうね、洞爺湖町の道の駅にもあります。ちょっといただきますんでね。まあ、食レポっていうかね、ああ、めっちゃうまい。ああ。今ね、アベックが、なんだっけ、アプタのチームナックスの顔を出すやつあるじゃん。あそこで、撮ってました。写真。撮ってやればよかったね。うん。子供の頃ね、よく男と女の人が歩いて、アベックって言ったらさ、なんかバレるじゃん。だからね、アベックーなんつって言って、アベック来たーとかって言ってね、それがね、友達同士でね。アベ君だとかって言って。本当は、アベックって言ってんのにね。うん、あ、うまい。めっちゃ美味しい。ってね、僕はね、チョコレートが好きで。うん。これあんまり急いで食べるとね、ここ痛くなるんだよ、ここ。ね。痛くなるんですよね。はい。ということで、ただこれだけの動画です。ね。まあ、いいんです。こんなのちょこまかアップしてますから。ね、皆さん、仕事でさ、気持ちが、ね、あんまり、ね、優れない時に、ね、こんなバカやってる、じいさんの動画でも見て、ね、元気出してください。うん。じゃあ今日皆さん、お疲れ様でした。明日も頑張ろう！